走り屋応援企画ということでございまして、編集部では50万円よりさらにお安く腕を磨ける方法はねえかとリサーチバッチンありましたよ。あなたたった1万円ポッキリ、ボロスターレットちょいといじっただけでバトルっちゃうという日光ほむなしレース、百聞は一見にしかず、本に気軽にお安くバトル楽しめるのかをチェックすることに相なりそう。さあ今日はおもなしレースに参加するためにここ日光サーキットに来ましたね。はい、僕たちレーシングスーツ着てるんですけど、何かなんか2人でこの来ちゃってどうしちゃったんですかって感じなんですけど、もうねスタンドで行っちゃって高いのいらないのいらないんです。このレースはもうこのトレーナーにジーパン、あとはネットとグローブがあれば OK です。いきなし気軽さ 100% 持ち、サーキットライセンスもいらねえのよ。気になるホモなしの意味とは、一般に売られている車でレースに出るために必要な公認、いわゆるホモロゲーションがねえということらしいわ。要は古くて安くなった車でもレースができますよってことざましてね。クラスは4つ、中でも一番お手軽なのがボロ1300クラス。なぜお手軽なのかというと、タイヤは S タイヤが5ハット、足回りもノーマルが義務付けられちゃって大勢勢がかからねって、まあそういうことね。というわけで僕らが買った車ですけれども、はい、スターレット EP、 これはですね、解体屋で1万円で買ってきました。解体屋のスクラップ寸前のところを買ってきまして、ロールバーが、これが一番高いパーツですけど、これ5万円、コーチ5ミリで、コーチ5ミリで5万円ですね。それとパッドですね、ブレーキパッドはイマージュで、3万円ぐらいで、ホイールタイヤ中古でこれも3万ぐらいです。3万ぐらいですね。あとはオイルが1万円ぐらいで、メンテナンス代として1万円で13万ぐらいで、最初13万円でできたわけですけれども、これを4人で最初始めましたんで、割ると3万2500円。あとはエントリー代を払えば出れるというレースです。そうです。バーッ、今回は勝ちを狙ってポテンシャルアップ、タイヤを M3 からネオバにチェンジ、ノーマルだった排気系をチューニング、富士通製のタコ足とマフラーを組んで戦闘力をビシバシ上げましたですぞ。はてさて、他のエブリバディの皆様はおいくらかけて出ておらっしゃるのかいや。一番最初車作った時5万円ぐらいでしたね。5万円ぐらい、3万とかタイヤ代とか全部入れて予算とか、そんな買ってないよね、10万ぐらい。そうです、はい、10万円。車は2万5000円で買ってきました。群抜安さ 100%。 はい、そしてさらにおもなしレースに出てる人だけの特典として、ここで車を止めさせてもらえると、はい、させてもらえると、あの日光サーキットさんの方が格安で、ここの場所を提供してくれております。お後はこれだけあれば準備 OK、 タイヤもブレーキも車が軽いため3レース以上は持っちゃう。でもガソリンがござんせんと走れないので、アテンションプリーズ。ピットロードの中でパイロンを使いまして8の字ターンを一度していただきます。でその後に、車庫入れですね、これ当たる。そう、お手軽の上に独特な競技方法がこのレースの特徴、予選決勝ともに普通に走りゃいいってもんじゃ半ばい。当日発表された予選方法はコースを一周した後8の字ありの車庫入れありと、でもって残りのドライバーブッシュブッシュと、まるで運動会って感じ。速く走ってもね、あんまり関係ないんですけども、一応切れますので。さあホットバージョンをスタート。タイムアップのポイントは、なんといっても車を押す3人にかかっている。ここまでのトップタイムは1分25秒828。やばいよ。画面やっしゃ、ピットロードに入ります。どげんしてもタイムのことになるっちゅうと真剣になるホットバージョンチーム。田辺が考えた秘策は前からの車庫入れ、これが早いと見た。他のチームがバックでの車庫入れで戸惑っているのを見てのとっさの判断、これがどう出るか。押されてる車より遅いホンダがちょいと気になりやすが、これは結構早いペース。タイムはやったー、なんと2位を4秒ぶち切って総合1位をゲット。決勝は2時間耐久、どんなバトルになるのかバッテン。
最初の30分は山田がご担当。行ってきます。一丁午後2時変速ルナン式でスタート。スタート方法も毎回違うのがおミス。草レース初参加の山田、もちろんスタートドライバーも初めてっちゅうわけで、ド緊張の中うまくトップをキープ。こいつはエレアだと思う。いかします。先輩の2例から無理なブロックはするなと言われちゃったせいか、山田はリズムをつかめぬままズリズリ後退。バトルに飲まれちまった。危ねえ、やべえ、ミスだ。イコールコンディションのため一つのミスは大きく順位を落とすことにならぬ。当然抜くのも難しいってわけよ。中盤からはヒーコラバトルをしながら自分のペースをつかむことができた山田。コーナーの出口までハンドル切りっぱでパワーロスしそうな走りじゃが、見事と5台を抜き返した。バンバン、よし。セカンドドライバーは体重100キロの本田ちゃん。コンマ1トンのパワーロスで立ち上がりは苦手。さらに左コーナーもど苦手。しかし結構切れた走りを見せるジャンホンダ。普通じゃねえのが日光ホモなしレース。決勝中にもありましたよとっつぁん。バトルにあまりにも熱くなりすぎないためのひとときがこれ。ピットインしてくじを引き、4つの中から何を食べるかが決められるち。ラーメンとアイスは結構時間がかかるため、くじ運も勝敗の一つになるのよ。果たしてミスターホンダは。ラーメン、死ぬもんでも終わりでも終わりでも終わりで。ホンダが得意なコーナーは、そう、体重を利用した走りが可能な右コーナー。本人曰くフラットライドで走れるファイナルコーナーは負けねえとのたまうが、オーマイガッド、ホンダちゃんデンジャラスよ。こけるかと思って今俺あそこで。あそこでしょ。バトルは1時間を経過し、3番手の2レーン。バトル中は自分の走りだけに集中はしていられない。周りをよーく見てないと巻き込まれる恐れもありましてね。要は緊急回避の練習にもなるってわけだわさ。ここでバトル中のポイントを少々ご伝授しよう。それはできる限り速いドライバーについていくことね。そうしやすとこのように楽にパスできることもありんす。バトル中は自分の存在をアピールし、冷静にかつど根性の入った走りを相手に見せつけちゃおう。これができれば楽しさ倍増ってもいいよ。今13位です。それ以内シングルいきます。アンカーは田辺ちゃん。クラッチが滑ってきたものの、何でも乗っちゃえば切れちゃうのがこの五人。しばし熱いバトルをご堪能くだされまし。どうですか、初めて出られて。山田はどうだった。とにかく面白くて、こんなボールなんですけど結構走るし、でバトルも味わえるし、もう最高でした。まあ文句なく楽しめるのは間違いない。ただいきなりこれ出てもいいんだけど、俺が思ったのはサーキットで練習して一人でタイムが出るようになった後に、今度自分のペースで走れないっていうことをバトルをすると体験できるじゃないですか。だからその難しさ、自分のペースで走れない相手を抜かしていくっていうのを練習するには、まあこれがすごくいいかなと。おいおいおい、ごっこにいるよ、後ろ見たよ。なんとホットバージョン GO 6位ゲット。それとワンデーなんで、うんうん、練習走行もあるし、当日、うんうん、予選決勝も。そうだね。だから普通の社会人でも会社休まずにね、気軽に来れるし、うん、腕を磨くのには本当に格安でお手頃かな、うん、気軽に安くバトルを楽しめるこんな草レースが全国各地で行われることをホットバージョンは願い願ってやみまっし。そして走りを諦めかけていた君、こんなボロでもバトルはできる。始めたもん勝ち。